沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件とは2004年8月13日に在日米軍のヘリコプターが沖縄国際大学に墜落した事件である。2004年8月13日午後2時15分頃、アメリカ軍普天間基地所属の大型輸送ヘリコプター CH-53D が訓練中にコントロールを失い、 沖縄国際大学1号館北側に接触、墜落、炎上した。登場していた上院3名は負傷したが、1号館内にいた大学職員20数名、他民間人に負傷者は出なかった。この墜落事故により、同大学は電話、インターネット回線等を切断され、また接触した1号館はローターによる損傷と炎、すすによる被害を受け、 またその周辺の木々も焼かれてしまった。このため一号館は翌2005年7月30日までに取り壊され2006年11月11日に再建工事が進行した。沖縄県で住宅地にアメリカ軍のヘリコプターが墜落したのは1972年の復帰後初めてのことであった。近くの民家やガソリンスタンド、保育所などに ヘリコプターの部品が落下したこともあり、事故に対しては、宜野湾市をはじめとした沖縄県内の各方面から避難が相次ぐ。事故直後、消火作業が終わった後に、アメリカ軍が現場を封鎖し、事故を起こした機体を搬出するまで日本の警察、消防、行政、大学関係者が現場に一切立ち入れなかったことも反発を招いた。 さらに当該機のローターブレードには氷結などによる亀裂、劣化を検出するために放射性物質であるストロンチウム90が1個ずつのステンレス容器に収められており、そのうちの1つが今回の事故で機体の燃焼により損壊し、放射能汚染を引き起こした疑いが持たれている。ただし、米国大使館は報道機関に対してストロンチウム90は機体の燃焼、 妖怪で気化した可能性が高いと回答している。そしてアメリカ軍によって土壌や機体は回収されてしまったことで詳細を解明することは困難になった。日米合同の事故文化委員会は回転翼のコーブローターを剥ぐボルトに重要な部品を装着していなかった整備ミスが事故発生の原因であるとの調査報告書を提出した。アメリカ側は整備員が ヘリコプターの回転翼の角度を調節する駆動部と、油圧システム等を接続するボルトに装着すべき、割りピンの取り付けを怠ったため、飛行中にそのボルトが抜け落ち、後部の回転翼が操縦不能に陥ったと説明している。事故からおよそ1ヶ月後の9月12日には、事故現場の沖縄国際大学で抗議集会が行われ、主催者発表で3万人が参加した。 これは、1995年10月に開催された、沖縄米兵少女暴行事件抗議県民、総決起大会以来の大規模なものであった。墜落直後のアメリカ軍による規制によって、大学関係者や宜ノワ市当局は、愚かギノワ市消防本部や沖縄県警察すらも、現場に入れない状況が続いた。そのため、日本の市政権、大学の自治を侵害する事件であるとして、 大学関係者のアメリカ軍への抗議が続いている。現在、墜落現場には、事故で焼けた赤木の木がモニュメントとして保存されている。沖縄県警察は、航空危険行為等処罰法違反で、控訴事故いっぱいの3年間捜査を行ったが、日米地位協定の壁に阻まれ全容解明は、ならなかった。2007年8月。 上院のアメリカ海兵隊軍曹ら4人を指名不詳のまま書類送検したものの、同月10日、那覇地方検察庁は、その全員を不起訴処分とした。京都大学の小井出広明助教による主張。ヘリ墜落、整備ミスが下因。ありがとうございます。